というわけでバディ君、今泥パックが終わって今泥をね洗い流してるところです。思ったより泥がね真っ黒じゃなくてね、いい感じですね。でこの後に泥シャンプーが待ってるというそういう工程になってます。さあどういう風に進化ねするのかちょっと私も非常に楽しみなのですけどね、いい感じですね、ね、本当にね。以上洗い流されているバディ君でした。